愛知産業大学短期大学は愛知県岡崎市岡町原山12の後に本部を置く日本の私立大学である。1986年に設置された大学の略称は愛三丹。1986年に通学課程の短期大学として開学したが2016年現在は通信教育部のみとなっている。本校では過去に設置されていた 通学課程についても取り上げる。愛知産業大学短期大学は愛知県岡崎市内にある日本の私立短期大学。当初、学校法人愛知水野学園の東海産業短期大学として1986年に設置された。もともとは独立型だったが愛知産業大学が併設されてから学名変更されている。 愛知産業大学短期大学における見学の精神は、社会から喜ばれる知識と技術を持ち、歓迎される人柄を兼ね備えた人材を育成し、英知と勤勉な国民性を高め、科学技術、文化の発展に貢献することとなっている。愛知産業大学短期大学には、国際コミュニケーション学科が設置されており、英語をベースに経営学やビジネスを専門とした。 カリキュラムが開校されている。愛知産業大学短期大学は通信教育部のみを有する短大となっているが、旧来から多くの専門学校との学務提携している関係上、学生数が多く、本学以外で専門学校の校舎を借用している場合がある。また、土日宿費、スクーリング、夏記集中スクーリングのほか、東京、大阪、 福岡など遠隔地での主要都市においての地方スクーリングも実施されている。愛知産業大学短期大学のカレッジマークは大学と同様のものを用いている。愛知産業ユニバーシティの略称である ASU となっている。学科専攻科学維持予期校認定専攻科である。別科取得資格について中学校教諭に主免許状が取得できる教職課程が設けられている。 短大、または、大学卒業以上の学歴を有すれば、それを基礎資格として、教員免許に必要な単位数を習得することで得る、こともできる。ちなみに、この種の教員免許が設けられている、短大通信教育は、現在、全国でここだけである。かつて、愛知産業大学短期大学の通学課程で、活動していたクラブ活動体育系軟式野球。 カヌーテニスバレーボールバドミントンバスケットボールスキースノーボードフットサル他文化系系音楽漫画、ビリヤードダンス美術クロッキー映画ジャズ歴史陶芸服飾演劇他愛知産業大学短期大学の学園祭はキャンパスの所在地から原山祭と呼ばれ毎年おおむね10月に愛知産業大学と合同で行われるかつて 通学家庭において、バレーボールや卓球などが、学園グループ対抗球技大会にて活動していた。通学家庭一般企業への就職者が多いものとなっていた。優先、明楽、グループ大発工業、トヨタ自動車、鈴賢、岡崎信用金庫、日産自動車、三菱不装トラックバス、熊谷組、トヨタレンタリース、伊東洋華堂豊橋商工信用組合、 フリモ店、資生堂、トヨタビスタ店、新日本石油、日本ハム、大見鉄道、ウェディング、焼肉や酒井などが一例として挙げられる、通信教育家庭在職者については現職を、継続する人、短大で学んだことを活かして転職する人や教職に就く人など多種多彩である。専門学校に在学しながら学んでいる学生は、おおむね大半が、 一般企業へ就職しているものと考えられる。系列となっている愛知産業大学以外では以下の実績が挙げられる。かつての通学課程における実績を挙げる。英語科とこ派学園大学、中部大学、愛知学院大学、名古屋外国語大学、プール学院大学などがある。経営学科、ありがとうございます。